犬堂天国は囚人を鷹山で働かせ武器購入の資金としていたようです。マキシム機関銃までありました。他にも強力な武器を隠し持っている可能性は大きいです。で、その武器を保管している場所を探る前に正体がバレてしまったと。そういうわけだな、宇佐美上等兵。は？月島、座らせろ。ああ貴様を監視として潜入させるためにどれだけ手間がかかったか分かってるのか？近い近い。ここのほくろにこうしてこうして体をかいて走らせてやる。あー走ってる。もう片方のほくろも走らせてやる。頭が沸騰しちゃう。二人のほくろくんは一生懸命走る。だがほくろくんたちの距離は永遠に縮まることはない。かわいそう。